今からどこ行くんでしたっけ。今から温泉。なぜなら5万人突破したから。5万人って言ったらどっかの、ね、C ぐらいあるからね。おー、あるかな。お腹すいたパパ。息はもう酔ってるよ。息がすぐ酔うから。お腹すいたパパ。いや、ダメだ。あ、もうダメだ。お腹すいた。パックからさ、ポッキーポッキー。え、皆さん、着いたらさ、すごい豪華なご飯じゃないの。あ、じゃあお腹の…着いたらだってご飯ですよ。済ませておいていいですか。何時からご飯。からお菓子食べちゃダメだよ。ご飯食べれなくなるから。ご飯食べれなくなるから。ダメですよ、今ご飯食べれなくなるから。お菓子食べたらご飯食べれなくなるから。そうだよ。お菓子食べたらご飯食べなくなる。パパが意地悪。ダメだよ。だから言ったでしょ、つって。それでご飯食べないってまたなんか文句言うでしょ。そうだよ。なんでお腹空いたって言ってもうご飯ないからね。お酒飲むだけでも。お酒飲む。何歳だ。大人や。ちょっとびっくりだぞ。ダメな大人だよこれ。着いた。もう。よいしょ。着いた。よいしょ。え？入ってるなんかタレ。いただきます。えい、うまっ。グラパン良かったですよね。グラパンでそのグランプリ振り返り動画チェックして泣いたから。昨日会社でちょっと涙出て危ない。正直これ一番初めて来ましたよね。一番はしゃいでた。あのすごいはしゃいでたよね。すげえはしゃいでた。あのちょっと小高い席あるじゃないですか、ね、小高い席あったね。あそこで一番解説しながら一番はしゃいでた。さすがだ、あの機械が殴れたって言いながら。いや、そんなんじゃないよ。酔っ払った。すぐ酔っ払う。赤くないでしょ。赤くないね。おでこが赤い。かわいいね、おでこだし。かわいいよ。いいおでこでしょ。お父さん見てる。今運気が入ってきてるよ。ごちそうさまでした。ということで皆さんにちょっと休んでいただきたいなと思って旅館に来ていただきました。いやいいことするね、たまには。カメラの向こうでも休んでるけどな。こんななってるけどね。やっぱりでもさ、旅館と言ったらなんか恋愛トークじゃないですか。かわいげかわいげ。どうした。どういう展開がよくわかんない。どういう展開。じゃあサイコロ振りますね。あ、いやサイコロ。はい、いいね、出ました。サラパッチョ。イエーイ。どういう話をすればいいかな。どういう話。初恋の話。急に甘酸っぱい方向に嫉妬しやがって。ね、そういうのの方が何を話すべきか分かりやすいですね。初恋の話を聞きたいですね。恋大きい女だからね。じゃあ、まあ、改めて最後にいきますね。はい、はい。サラバッチョ。いやいやいや、なんで振り直したん。結局はね。無駄。
知ってるの。めっちゃ怖いです。座ったよ、もう。確かに一番早かったけど。確かに、確かに、そう、一緒に話そうよ、もうここ寝ないよ、じゃあ。ここ寝たらいいよ。普通には言いたかったのにね。中高女子校だったから、うん、初恋は高校の国語の先生でした。出た出た。なお年は32個上の50何歳です。何が素敵だったんですか？いやもうなんかその国語の教え方がすごいセクシーだった。どういうセクシーだったんですか？なんだっけ、ありより食べり、言わせたりして綺麗に。走れメロス。メロス。ああ。めっちゃなんかセクシーな教え方だったんだよね。描写をあの常にこう想像させながら教える先生だった。そう、セリヌンティウスはこの時点で超疲れてたんだよみたいな。あ、そうそうそう。セリヌンティウスは今どういう状態だいみたいな。セリヌンティウスはあんまーめっちゃこうなった。今のにセクシー要素ないけどね。あれはさ、セリヌンティウスを助けるためにメロスがさ、遠巻きに走ってくる話じゃないですか。遠巻きにね。ちょっと日本語としては違う。アングルは知らんけどね。その過程でね、どんどんいろんなね、身ぐるみを剥がされながらね。ね、そう、で最後の一切れがパラッてなった瞬間、セルニューチューズを倒す。倒すじゃない。倒すんですか？助けるんですよ。で、ここのテストに最後のそのシーンを描けっていうクイズがあって、うん、クイズじゃないわ、問題があって、うん、みんなこう裸のメロスがセルニューチューズを助けるシーンをみんな描くっていうテストの。先生メロスは裸だ。ちゃんと描いた？ちゃんと描いて、じゃあ最後の一切れがピラッて、うん、落ちる瞬間を描いたら、プラス点。先生やばい。いつものあの絵だよね。いつものあの絵でしょ。そう、あの絵です。まあ、ムキムキだもんな。そこ描かせるって結構先生やばいし、いい感じ。いいのからそういういい感じのイケマンだよ。面白かったの、おかしい。元気って言ったら、全然元気、もともと前元気、どこからでもするとか言う。なんでそれエロいみたいな。どういうこと？やだ。ちょっとこっち移動したい。移動したい。みんなが求めてる甘酸っぱい感じじゃないか。え、みんなから人気がある先生だったの？いや。なんかね、だろうなと思ってた。だろうなと思ってた。カレセン、カレセン。カレセン。カレセン？なんか、アンニュイ、アンニュイで、ちょっと。闇背負ってる感じが、闇様的な。え、50何歳？50歳ぐらいとかの、32個上で、誕生日も一緒だったの。それはもう運命を感じるね。でしょ？それは運命を感じるね。みんなで応援し合うの、好きな先生を。でした。じゃんじゃん。甘酸っぱいね。甘酸っぱい。甘酸っぱいでしょ？ミドラザ終わりました。出ました！パナエ！え？パナエなんだ！パナエさん行きましょう。近所のお兄ちゃんの気がする。多分。え、違う？いや、知らない。われわれ知らないけど。全然知らんけど。小学校3年生の時に今実家がある場所に引っ越してきたんですよ。うん。その中でハス向かいのお兄ちゃんが好きだった。うん。あ、その中でもハス向かいのお兄ちゃん。ハス向かいのお兄ちゃんが好きだった。どっちにハス向かい？左前。左左側のね。左がハス向かい。どっちでもいいそれ。いや、もしかしたら見てくれてるかもしれない。そう、ハス向かいのお兄ちゃん。ハス向かいのお兄ちゃんが。俺、ハス向かいだ。勘違いしてね、高校生のお兄ちゃんがね。俺かなって思ったら。そう、右側だから。右側だから。ハス向かいのね。ハス向かいのね。相撲とかだったら。どっちかって大事だけど。そんなお兄ちゃんの話しようよ。私は結構あの4年生ぐらいからそう塾に行ってたから、あんまりこう友達と放課後に遊ぶっていうよりかは、うん、基本家の前のお兄ちゃんたちと遊ぶみたいなのが多くて、2階からお兄ちゃんのこと見たりしてた。えぇ、憧れるやつよ。朝ドラやん。朝ドラ。え、窓同士でってこと？窓同士とか、なんかお兄ちゃん外でなんかバスケとかしてたりしたら、うん、何喋るんですか？何してるの？バスケしてるのって。では、かなえさんはしてるの見ても言うから。そうやけど、あえて言う。あえてね。あえて、あえて。話題を。話題をね。そうそうそう。バスケって言われるだけで。そう、勉強教えてみたいな。頭良かったと思う。すごい。積極的だね。そんな言わんわ。楽しかったな。楽しそうですね。勉強してみたいな。うん。そのお兄
兄ちゃんだと思いました。これ見てるんじゃないですか。見てると思います。いいな。キャスム会のお兄さん、隣内さん家から向かって左、左逆から左向きの、しかも長男ね。長男、長男、次男勘違いした。次男が勘違いしちゃうから危ないね。危ない長男、俺と思ってお兄ちゃんだった時ショックはないよね。いやー、俺って言われます。乾けだろうなとはなんか思ったんだけどね。ここで乾けない一番ねえわ。乾けさんマジでないんだよな。心揺らいだことが、そういうの。乾けさんはさ、その女性のことをさ、はい、なんか異性として見てんの？異性としか見てないよ。見てないよね。一郎さんしか。そうみんな異性。みんな異性。誰が好き？いや、それはちょっともう本当言いたくないけど。言いたくないんだ。それは好きだからだよね。じゃあ、好きだから言いたくない。なんだろう、なんとしてでも言ってもいいですよ、もちろん。なんとしても言ってもいいですよ。角が立つから嫌だ。仕事ね、仕方ないよね。そうでも言ってたよね、あそこの時にホワイトデーの言ってたよね。言ってました。ホワイトデー、いろんなね、いや、ほんと動画ごとになんかいろいろ質問されるんで、いろいろ手を変え、品を変え、人を変えて言ってますけど誰というのは。ドキッとしたことあります？じゃあ一回もないですよ。このメンバーに、このメンバーにドキッとしたこと一回もないですよ。うちの島田ドキ力不足やな。ドキ力不足。今から川毛をドキッとさせた人が勝ち選手権。多分すげえ急にビンタするわ。それはドキッとする。バチーン。それはドキッとする。ドキッとするの分類が違うけど。ええと思うけど。いや、でもそっから恋に発展する可能性もあります。あ、なるほどね。吊り橋効果的にね。そう。なるほど。こんなことしてくれる人初めてみたいな。怖っ。どんなデートしたいの？じゃ逆に。どんなデート？したいデートとかでもいいじゃない？そのデート行きたいですね。確かに。デート行ったことある？ちなみにデートの、だからデートの定義がよくわかんないんですよ。鳥取のデートスポット。確かに鳥取のデートスポットってどこなんだろう。え、砂丘じゃないの？砂丘ではないですよ。砂丘で砂金を探そうって砂丘なんて鳥取県民行くことほぼねえですよ。なんだろう、カラオケとか。あ、カラオケとかあった。あった。カラオケありました。ロンゴロンゴっていうカラオケ。鳥取県民の鳥取の C の人だったら分かる。ロンゴロンゴあるねってなる。鳥取県民今大爆笑とか。大爆笑。ロンゴロンゴねっつって。見てるかな。見てたら嬉しいね。市内の人ですけどね。市内めっちゃ狭いね。すごい狭いけど、ロンゴロンゴある。店舗行って。ね、もう1店舗あったと思うんですけど、多分潰れてるんですよ。ロンゴロンゴも今あるかも僕わかんないですけど。何がいいんだろう。でも僕普通にあれですよ、美術館と映画館はマストで見たいだけです。いやでも正直相手のこと考えるのも億劫なんだよな。うわぁ、来ましたこれは。来ました。好きになってくれる人がいいんだもんね。そうですね、無理なんで、こっちが好きになることが。こっちがちょっと好きなのもいいだからとか言ったら、もちもう、パッてなっちゃう。無理やり振り向かせたくなるよ。実際どこに行きたいもんなんですか？家。動画映えする話をしてる。いや、動画映えする家かもしれない。動画映えする家。動画映えする家。ダットの家とか。でもちょっと暗いから動画映えしない。いや、ダメじゃん、じゃあ。ロウソク置いてあるから。どういうとこいいんですかね。のぐちゃんとかどうなの？一緒に家でゲームしたい。ゲームか。ゲームってします？ってなってるな。しないんだな、やっぱりな。するけど、もう大半の時間ゲームしかしない。発砲盛りだったな。ここいる全員のあれを満たすのは無理ですよね。誰かを1人しか無理。ターゲティングしない。確かにターゲティングした方がいい。ターゲティングとマーケティングしない。マーケティング、セグメンテーションね。セグメンテーションして。そうですよね。最終的にプレゼンテーションして。プレゼンテーション。関係ねえけど、まあいいよ。はい。というわけで、改めまして、いつもこのような我々の好き勝手なもろもろのものにお付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございます。これからも中の人放送局をよろしく。